続きまして、デジタル林業戦略拠点構築推進事業報告となります。はじめに森ハブデジタル分科会によるデジタル林業戦略拠点取り組みの伴走支援について、デジタル分科会事務局の住友林業株式会社、玉木様よりよろしくお願いいたします。はいえー、デジタル分科会事務局を務めております、住友林業の玉木と申します。えー 本日ですねあの、森ハブによるデジタル林業戦略拠点取り組みの、えー、伴走支援について、えー、発表させていただきます。でまずはじめに、えー、森ハブとはというところなんですけれども、えーまあ、先ほどお話にもあった通り、まり、あ、令和3年度に設置されてですね、えーまあ、これまでの、えー、令和3年度からの取り組み、そして、えー、今年度、令和5年度に行う取り組みというのをこのスライドで示しております。 で本日の発表ではです、ねまあ、伴走支援ということであの右側のこの緑側で囲った部分についてですねあの説明いたします。でまたあの先ほども話ありましたがあの地域コンソーシアムですとかであとまた、えー、デジタル分科会とはまあどういったものかということにつきまして、えー、続きスライドでご説明いたします。 で地域コンソーシアムとはということなんですけれどももと、えー、となる事業デジタル林業戦略拠点構築推進事業というものになりますでこの事業ではですねあの地域林業全体にデジタル技術を活用する取り組みへの支援を行っているものでございまして令和5年度スタートということで下に書いております北海道静岡鳥取地域の3地域が採択されてございます でまあ、地域コンソーシアムとはなんですけれども、まあ、こういったデジタル林業の実践や定着を行う、えー、複数の組織や人の集まりとあのご認識いただければと思います。で本日の発表ということであの、まあ、デジタル分科会の役割というところなんですけれどもあの森ハブ設置の経緯にもありました通り、まりさまざま政策上の位置づけがございまして。 えーまあ、このデジタル林業戦略拠点というものが、あのー、構築されました。で取り組みの主な特徴としましてこの薄緑色で書いてる部分ですねあの地域一体の取り組みであるとかあと、まあ、事業が終了した後もですねあの、まあ、自走化できる、まあ、導入効果等を把握してあの、まあ、自走で,できるような体制を整えるということ。でもう一つが ICT 活用した、まあ、原木の生産流通管理と。 書いていてますけれども、まあ、例えばリアルタイムであの、まあ、財の動きを把握してですねあの受給マッチングを行うだとか、まあ、そういったサプライチェーンマネジメントを行っていくという取り組みが主な特徴となっております。でそうした取り組みを進めていく上でですねあの、まあ、まず推進方針としましてやはりまず地域をあの有料事例化しないといけないと。 いうことと、で、もう一つその有料事例化した事例から、あの、ま、知見ノウハウからですね、あの、ま、地域間はもちろんなんですけれども、あの、ま、他の地域へ、全国へ横展開を図っていくと、ま、そういった推進方針で、森ハブの中にですね、あの、デジタル分科会ということが、あの、設置されました。で、 まあ、一口にこう有料事例化を目指すと言いましても、やはり、えー、地域の進捗を確認するというところが必須になってきまして、えー、森ハブの中でですね、本日こうチェックリストというものを作りました。で、これは地域の、えー、取り組み進捗を、まあ、図るものとして、えー、用いておりまして、で、その上で、まあ、地域のですね、実証計画、取り組みに対しての、まあ、支援助言を行ってきたところでございます。で、本日の発表では、まあ、こういった あのまあコーディネーター派遣であるとか、まあチェックリストの使用といったポイントを踏まえまして、あの伴走支援についてご説明差し上げます。でこちら、えー、スキームになります。で先ほどからのちょっと説明とも重複するんですけれども、あのまあ森ハブの中ですね、あのデジタル文化会というものがございまして、まあそこからですね、あのコーディネーターを地域コンソーシアムに派遣していくと。 いうことでございますで、まあ細かな具体的な例えば活動ですとかあとまあ,あのツールとしてですねあのさっき話にもあったこうチェックリストとか、まあ、レポートというものを活用して、まあ、伴走支援を行ったんですけれども、まあ、そちらはまたあの引き続きですね続きスライドでご説明あの差し上げます。で伴走支援の目的期待される効果についてです。 でなぜ必要かということで、まあ、林業、まあ、デジタル技術、現場定着していくためには、やはりまあ地域の課題を的確に把握するだとか、あ地域に適したデジタル機器の選定というものがまあ重要になってきます。で加えて、地域協議会、多くのまあ関係各社、えー、参画してございますので、まあ、取り組みの際に関際しましては、あの関係者間の合意形成というものが必須になってきます。 まあ、そういった時に、まあ、林業デジタル化に豊富な知識ノウハウを持つ専門家であったり、まあ、合意形成の、えー、ためにですね、まあ、議論手助けができるような専門家による伴走支援があの必要だということでございます。で期待される効果はあの今ちょっとご説明したとおりなんですけれどもあの、まあ、議論内容の整理であったりだとか、えー、第三者からのこう客観的な助言 あとやはりまあ専門家でございますのでそういった専門技術の知見やアイディアの提供などがまあ期待されているというところでございます。でこちらに示しましたのがあの伴走支援の1年の流れです。 上の方からですね、まあ、4月を年度区切りとして、あのまあ、時計回りに進んでいくといったところなんですけれども、まずはじめにですね、やはりこう地域にどなたを派遣するかというところで、まあ、コーディネーターの選定というのが非常に重要なフェーズとなってきます。で、まあ、コーディネーターが決まるとですね、あの進んで実証計画を確認して、 えー、それから、えー、取り組みが実際に進んできますとコーディネーター、えー、実際に現地に行ったりだとか、まあ、そういう助言の,あのフェーズとなってきますでここもまあ伴走支援の中でではですねやはり取り組みをスムーズに進めるという意味で非常に重要なところとなってきますで取り組みがある程度進みますと、えー、左下のところでですね、まあ、結果が出てきて、えー、で本日のような地域からの成果発表の場があったりなどして えまた次年度に向けての計画を練っていくと、まあ、そういう流れで進んでおりますでこの黄緑色で囲ったですね、まあ、コーディネーターの選定であるとか、まあ、派遣につきましてはあのまた続きのスライドで説明さ、えー、し上げますでマッチングについてですやはりこう伴走支援の取り組みをですね進めていく中で非常に重要なところとなります 事務局としては、えーま、コーディネーター情報や、えー、地域ニーズを考慮して双方が満足するマッチングを目指すということでございます。で具体的には、ま、コーディネーターさんとの調整としては、えー、やはり、ま、専門分野であるとか、えー、これまでの取り組み、ま、そういったところが、ま、重要な要素となってくるかと思います。で一方で地域側との、ま、調整においてはあの、ま、助言の対象範囲、 えーまあ、資料作成なのか、まあ、例えば運営補助あるいはまあコンソーシアムの進捗管理までまあ助言してほしいとか、まあ、そういった対象範囲の把握とあともう一つこう必要となるのが、えー、支援方法の把握、まあ、下に書いているところなんですけれども、えー、全般的な支援か重点的な支援かということで、まあ、具体例申しますと、まあ、例えば取り組みが幅広い場合でありますと、まあ、全般的な支援になるかなと思うんですけれども まあ地域が本当にここの専門的な分野だけをあのちょっと支援いただきたいということであれば、重点的な支援、そういった支援方法の把握というのも必要となってきます。で本年度ですね、3地域なんですけれども、こういったですね、コーディネーターと事務局の特性特徴を見ながらあのマッチングというものを行ってまいりました。 で、サポート一例として、えー、コーディネーター派遣ということでございます。まあ、一口にコーディネーター派遣と聞きますと、あの、まあ、5つちょこに書いているんですけれども、真ん中のこう、現地検討、現地視察のような、まあイメージがあるかと思うんですけれども、まあ、これはあくまでちょっと助、助言の場面と捉えていただければと思います。まあ、もちろん現地に行って実際の状況を把握するということもあるんですけれども、まあ、例えば上の打ち合わせ、ウェブでの打ち合わせも行いますし、 一方あの4つ目ですね、まあ、コーディネーターが、えー、講師となって構成に対する研修なんかも、えー、実施したりしましたで下にあの3地域のですね今年度派遣の、えー、一例を示しているんですけど、まあ、こういったようにですね、まあ、助言の場面というのもかなり、まあ、多岐にわたるということでございますで、まあ、具体的にこう助言内容ですとか、まあ、そのタイミングをどう決定するかということなんですけれどもあの、まあ、先ほど ちらっとお話にあったまあ取り組みの進捗度を測るあのまあチェックリストというものをまあ今年度活用してあのこういうどう助言したらいいのかというのを決めてきたところでございます。でそのチェックリストについてですねまたちょっと続きのスライドであのご説明差し上げます。でチェックリストについてです。 えまあ今年度ですね、まあ、森ハブの中で伴走支援を進めるために、あのー、地域取り組みを把握するためにあの作成したものでございます。で左の方のちょっとイメージに書いてあります通りありちょっと少し特殊といいますかあのこうフェーズの考え方をまあ導入したと、まあ、いうことがあります。でこれまあどういったものかというと、えー、123と書いているんですけれども。 あのまあ難易度のグラデーション的にまあ1から3に向けて進捗取り組み難易度がまあ上がっていくようなイメージでーまあフェーズ1がまず場,場の形成で2が実証で3が実装ということであの今年度取り組まれているまあ地域コンソーシアムさんにおかれましてはまあこのフェーズ1のまあ場の形成はある程度あの構築されているということであのまあフェーズ2の今実証段階というところの想定でございます。 でまあ、この3年間の事業でですねあの、まあ、実証を進めていただいて、えー、連動取り組み連動をどんどん高めていただいてフェーズ3に移行していくと実装段階に移行していくと、まあ、そういった活用を行っているところです。でもう一つあの、まあ、6つの評価項目とあるんですけれども、まあ、これもですね、まあ、何を評価するのかということを考えた時に、まあ、これまでのスマート林業の実証等の中でですね ま、林業のデジタル化を進める上で、あの、まあ、ハード面だけではなくてですね、あの、合意形成であるとか、あの、まあ、コンソーシアム内のコア人材の育成などのですね、まあ、人材育成、ソフト面が非常に、ま、重要であるという知見も得られました。で、そういったことからですね、まあ、この6つの評価項目で、あの、採点を行うということでございます。 で、具体的にチェックリストの採点、結果の活用ということでお示ししております。で、チェックリストを用いることでまあ、強み弱みというのがまあ見える化されますので、あの進捗度合いに応じた支援助言をまあ行ってまいりました。で、上の方に示してますのが、あのまあ採点方法の具体例なんですけれども、あのまあ質問項目があってですね。えー、ま、5段階評価の選択肢を見ながらえー、ま読んだな。とかえ5だなとかを選択していくと。 で、これ、まあ一例なんで、またずっと評価、あの、質問が続くんですけれども、まあこれをどんどん入れていっていただくと、右のようにレーダーチャートが自動的に作成されると。で、これを見ると、やはり、あの、まあ一目でわかるというのと、まあ地域側からすれば、まあこれまで、ええー、まあ人材育成に課題感があるなとか、こう漠然と感じていたものが、あの、まあ一目で定量的に示されるということと、あと、まあ例えば、 えー、この項目で3点から4点に上げたいなというときに、じゃあ、具体的に目標到達に必要な具体的イメージというのが、まあ、この選択肢を見るとある程度わかると、まあ、そういった声も地域の方からあのいただいておりますで。事務局コーディネーターとしましては、あのーまあ、やはりこういった形で、まあ、チャートで出てきますので、まあ、弱みもわかりますし、あのーまあ、どこから あのじゃあ手をつけていくのかとかあとし指導の助言内容とかをですねあのより具体的な、えー、支援方法の検討が、えー、可能になった、まあ、そういうところであの活用してきたところでございます。で最後にあの、まあ、有料事例化横展開というところであの、まあ、事務局の、えー、目指すべき方向性についてのご説明です。 で、上の青枠のところに、まあ、チェックリストレポートにより、事務局コーディネーター間で、えー、取り組み状況の情,情報共有と書いておりますけれども、あの、チェックリストについては、あの、今お話しした通りなんで、あの、ちょっとレポートについてですね、あの、初めて出てきたワードなだと思いますので、簡単にご説明しますと、あの、コーディネーター派遣したときにですね、あの、まあ、地域コンソーシアム側が、その後に、えー、視察内容であったり、 コーディネーターから頂い,いた助言を整理してです、ねあのまあ、事務局に提出するというあのことでございます。 でこれによってあの、まあ、地域側がコーディネーターの助言内容を、まあ、実際にこう書き起こすことでこうあの、まあ、落とし込むといいますか理解促進にもつながりますしやはりこういったレポートのような形で残りますので、まあ、事務局コーディネーターの,この,あの間で,です、ね、あの今後の助言の検討に活用してきたということでございます。でまあ、こううういいったようにです、ねまあ、チェックリスト、トレポートというものを活用して伴走支援を 進めてきて取り組み地域を有料事例化していこうということで動いてまいりましたでまた今後ですねそういった中で出てきたポイントをですねまとめ上げて地域間あるいはの他の地域に横展開を目指すということでございます。で今年度 えー、デジタル林業事業ですね、あのまあ、3年始まりまして、1年が終わったところなんですけれども、また来年、再来年と続いていきますので、まあ、事務局としてはですね、あの引き続きあの地域に寄り添った支援をですね行っていこうと考えてございます。発表は以上になりりまますありがとうございました 続きましてデジタル林業戦略拠点三地域の皆様からご発表いただきます北海道地域よりハーベスターの生産データを活用した ICT 生産管理についてスマート林業エゾモデル構築協議会田中様よろしくお願いいたしますあ皆さんおはようございます今ご紹介いただいた田中ですよろしくお願いいたしますと協議会代表して僕の方で説明させていただきます 今回あのこのようなシンポジウムの会でこういう説明成果の発表の場をいただきありがとうございますと資料につきましてはもうお手元に配っていただいておりますのでえと時間も限られているので私の方からは資料に沿ってですねポイントであるとか補足説明をさせていただきますで説明の流れとしましては北海道の特徴や課題という背景を伝えさせていただいた後にですね協議会で取り組んできたことをまあ目指しているところを説明させていただきます でその後 ICT ハーベスターの概要を説明した上で令和5年度の実証成果を説明したいと思います東京議会の構成につきましては、えー、とこのような形になっておりまして、まあ、全土広いんですけどもいろんな地域の方々に参画いただいたりですね全道団体にも参画していただいておりますまた試験研究機関であるとか多くの民間企業さんにも協力いただいている状況です でえっと、北海道の状況について、ですもうこれ皆さんご存知だと思うんですが、北海道はまあ全国の中でも森林資源が非常に豊富で、林業が盛んな地域ということになっております。で特徴としましては、高性能林業機械の保有台数が多くて、ですねその中でもハーベスターの導入台数が約4割を占めるというような特徴があります。さらに木材の流通について、ですね本州と多分違うところが特にあるのが、丸太自体は直接製材工場等に運ぶと。 いうような流通になっております。さらに災害についても非常に多様になっているというような特徴があります。そういう地域の特徴まあ、地域特性がある中で、さらに課題というものもあります。その課題についてですが、えっと増林の現場、雲山、まあ、工場、それぞれですね。皆さんがええー、と寸面を見てまあ、寸面も入れますし、寸面を見て人力検知をしているという状況です。 まあこの人力検知につきましては、まあ、皆さんどこの地域もやっていると思うんですけれども、まあ、数十年、下手したら数百年単位でこのやり方って変わってないと思うんですね。まあ、こういうような状況にあると思います。で工場の方々の生産管理であるとか、商、まあ、取引につきましては、紙伝票を中心にされていて、まあ、それで在庫管理もされているような状況です。でそそのの中でで皆さんどの地域もそうですが 人口減少が非常に今後進むと言われている中、北海道全国に比べてペースが速いと言われております。2040年では北海道全体で2割減少と言われているんですが、特に地方の市町村、全道の半分以上の市町村では4割減少すると今、推測されております。そういう人口減少が見込まれる中ですね、こういう川上から川中が一体となって、こういう人力である作業を省略、あまあ、省略ですか、したりとか、 低老化していくっていうのが必要になるかなと考えております。で、その中で、えっと、東京オッキー会につきましては、平成30年に、えっと、人力検知の省略、先ほどの課題に挙げさせてもらった人力検知の省略を目指してですね、ICT ハーベスターの活用に着目して設立をしてき、設立したところです。で、令和2年から4年につきましては、林野町様のスマート林業、実践対策を活用して、いろんな実証させていただいております。 で今年度からはデジタルデータっていうものに着目しまして、えー、と森林資源から増林伐採加工流通までそういうデジタルデータでつなぐという北海道らしいスマート林業の確立を目指して取り組みを進めているところです一応毎年少しずつですがステップアップしながらですね今後将来的にデジタル林業を目指していければというふうに取り組んでいるところです 会場を見渡すと機械メーカーさんも結構いらっしゃるので僕が説明するのもちょっとお恥ずかしい話なんですが僕が知ってる中での機能を少し説明させていただきます、まあ、この ICT ハーベスターと呼ばせて,るもの呼ばせていただいているものはです、ねまあ、国によって違うと思うんですが海外では普通に使われているような機械になっていると思います。 で道内でも、えー、と近年ではです、ね、標準的な装備の一つとして導入が進みつつあるという現状にありますがまだまだ有効的に活用されていないという状況ですすで既にご存知の方も多いと思うんですがあもうい,らい,いらっしゃると思うんですが各機能ということで一部紹介させていただいております。 その中の中心になるのが、この右下のところですね、キャリブレーションと書かせかていただいているんですが、どういう機能を使うにしても前提となるものが、ですね機械をしっかりキャリブレーションして、測定精度を確保するというところですね、こういうものは電子キャリパーでできるというのが大きな特徴の一つかと思っております。で、それをもとにしまして、デジタルデータで生産情報を管理したり、えー、とより収益性を向上させていくための増税指示であるとか、採在予測という機能がある。 でこの右上のところで、えー、と特徴の一つとしてはオペレーター参観であるとか、まあ、関係者間で情報をしっかり意図的に伝えるための一つの手段としてカラーマーキング機能というのもあるというのが、えー、ICT ハーベスターの、まあ、機能の抜粋でなっておりますでこれまでも、まあ、現在もそうなんですけども実際に地域で導入されているような、ね、ICT ハーベスター複数メーカーのハーベスターで実証を行ってきました。 でここからが、えー、と今年度の実証成果に関わるようなところの説明をさせていただきます。今回、あのうちの協議はいろいろやってるんですけれども、大きく2つ、えー、と説明させていただきたいと思っておりまして、1つ目がサプライチェーンシステムの開発思考、もう1つが、えー、と実際にじゃあ人力検知していない、寸面が入っていない丸太を工場さんが受け入れていただくために工夫した取り組みですね。まず1つ目のサプライチェーンの話です。 こちらがあの目指しているサプライチェーンというふうに書かせていただいております。キーワードが3つありまして、リアルタイム、あと複数の現場、複数のメーカー機種で対応できるっていう、そういうものをえーとキーワードにしながら、ですね円滑にデジタルデータでサプライチェーンができないかということで目指してきました。 その中で、えっと、これまでの課題というところがあって今年度の実証になるのでこれまでの課題を少し説明させていただきます。スタンフォードという世界で標準化されているような企画があるんですけどもそういう対応した機種であってもですね、えっと、北海道内に入っている機械でいくと、まあ、それぞれ設定方法が若干違ったりとかで実際に出てくるファイル形式が違ったりその内容が若干異なるという状況にありました。 そのため実際に流通データとして活用するためにはですね事務、えー、の手間がかかる今までのやり方より大変だっていうのが課題で挙げられておりましたなので今年度からの実証につきましてはしっかりとハーベスターの設定方法等をですねモデル的にルールを測って、まあ、ルールを作るとでそれに基づいてやっていくというところがまず1つでその中でクラウドに流通データとして載せさせていただくんですが このアステリアワークという、まあ、一つのツールですね、データ連携ツールとか書かせてもらってるんですけども、それをかませることで、いろんなメーカーの生産データが入ってきてもです、ね、必要な情報だけを抽出すると。で、その上で集計して見える化するようなシステムを考えていこうというのが実証の概要になっております。でこちらが実際のシステム上でのです、ね、情報の、えー、と流れのイメージになっております。 ちょっと細かくて申し訳ありませんが、赤字のところがですね、赤色塗っているところが今現状システム上で対応している内容。で、青色のところがですね、ICT ハーベスターのファイル等で自動でですね、自動じゃないですね、そのファイル形式でやり取りするところになっております。で、今回、シンポジウムということでお聞きしていますので、システムの中身というよりもですね、 その前にこのシステム開発において異分野の方ということで SE さんからいろいろ苦労話であるとかですね聞いておりますのでそれを紹介させていただきたいなと思っておりますえっとその中で一つこの ICT ハーベスターのデータの内容機械設定方法についてですこの内容を確認するのは非常に地道なんですけども非常に大変なトライアンドエラーを繰り返しながらやってきたところになります例えば授手 呪種の話だけをちょっとこっち左側で取り上げさせていただいてるんですけども、まあ、北海道の代表的なとどまつっていうものについてはですね「とど」って書いたり「とどまつ」って書いたり大文字で書いたり小文字で書いたりっていうような状況になっておりましたですが各メーカーさんのですね、えー、とソースコードを見ていきますと,、えー、とそこの部分がですね えと同じように出てくるところも出てこないところもあるというところでどういう項目であれば両方とも出てきてうまく統一化できるのかというのをトライアンドエラーしてきたところです。でまた SE さんから言われたところがですね林業における古くからの消臭感ですねそれはまあ林業界の皆さんにとっては当たり前だと思うんですけども他の分野の人から見ると不思議であったりとか。 なんでそんなことするんでですすか分かかりりにくくななないいってううようなことを言われたたししましたでなるべくシステム上ではそういう取り組みの中で現場に合うように寄り添うこともしてるんですけども今後デジタルでそういう流通をやっていくとなるとですね今までのやり方と変えていく必要があるところも一部あると思うんですよね。そういうところの合意形成を図りながらやっていかないとなかなかデジタル林業っていうのが進まないのかなというふうに考えているところです。 で、そのシステムを活用しまして、複数の現場で試行しております。で、先ほど、あの、他の紹介でもあったと思うんですけど、スターリンクというものを活用しながらですね、通信環境を確保して、えっ、ー、と、リアルタイムで SCM の試行をしました。で、実際これが、えっ、ー、と、SCM 上で見える一部の紹介させていただいているものになります。それぞれ、えっ、ー、と、生産者や工場ごとに権限を付与しておりまして、 自分にに関わるるものだけが見えるようにしておりますで、その中で、樹種や財長まあ、経験本数、在籍っていうのをこのグラフであるとか表で見えるかを測ったというところです。で、これまではですね、雲材を割終わって伝票が全部出てこないと、総生産量って分かんなかったと思うんですけども、えー、とこういうもので見えるかを測ることによって、生産情報自体のリードタイムが短縮できたっていうのが成果の一つかと思っております。今回の事例では1.5ヶ月から2ヶ月程度ですね。 そういうういいリードタイムを短くできたというふうに考えております次に川中分野、まあ、製材工場での取り組みについて紹介させていただきます。これにつきましても、これまでの課題としては工場側からですね寸面が入ってないと精度であるとか本数が確認できないから不安だと。でさらに引き立て量の,、えー、その量の管理も寸面見てやってたんだからできないぞというふうにえとご意見をいただいてたところです。 ですので、今年度からですね、従来の生産ライン自体は変えずに、まあ、なおかつあの高額な設備投資をするわけではなくてですね、工場側に寄り添えるようなシステムを検討したところです。でこちらがその取り組みの紹介になります。天井に、ちょっと分かりにくいんですけども、天井にですね、えー、と簡易レーザー計測器をつけまして、ライダーで、えー、と計測すると。そこで本数、在長景気を、えー、計測することによって、 水面が入ってない丸太が通ってもです、ね、管理ができないかというような実施をしてきたところです。在籍でいきますと,、えー、と4%程度の、えー、と差ということでかなり精度は高いのかなと思っております。こういうものを活用して労務軽減可能性があるのかなというふうに今考えているところです。実証の成果については以上になります。で、えー、と伴走支援していただいたというところで、えー、とその 対すする意見とととといいいううこここをを書ててくれということでこのスライドを作っておりますやはりあの競技会の取り組みというのは短期間でも主体的に取り組んできますのでやはり視野がちょっと狭くなりがちなのかなと自分でも思っておりますで先ほどの成果なりた,たどり着くことができたのはですねコーディネーターをはじめ関係者の皆さんに伴走支援いただいたっていうところが、えー、と,とても大きいかなと思っております。 えー、俯瞰的に課題や成果を見てもらってアドバイスいただいたりとかですね知らない技術自体を教えてもらう他分野だったり他県でやっている取り組みを紹介していただいたアドバイスいただけたというのは非常に大きくてです、ね、そういうところで取り組みに深みが出たのかなというふうに感じているところです。 で、あの,他の取り組みもいろいろうちの地域やってるんですけども時間の関係上紹介できませんので、えっと今日の夕方ですか個別相談会とか情報交換会の時にブース出しますのでもしご興味ある方ですねこういう g n s を活用した植栽とか下がり植栽プランニングとか ICT ハーベストの収益性の向上っていう実証もやってますのでぜひ寄っていただければと思います、えっと、私の方から説明は以上になりますありがとうございました 続きまして静岡地域より需要と供給が一体となって進めるマッチングシステムの構築と題しまして静岡県東部地域デジタル林業推進コンソーシアム加藤様よろしくお願いいたします。え皆様おはようございます。あのー、先ほどあのご紹介いただきました静岡県東部地域デジタル林業推進コンソーシアムの加藤と申します。よろしくお願いいたします。えー、それではですね静岡コンソの取り組みをご報告いたします。 えー、私ども静岡コンソのです、ね、対象は、えー、まあ富士山やまあ伊豆半島をです、ねまあ、中心とした静岡県東部地域を、あのー、対象エリアとしております、えー、この地域はです、ね、近年、木材生産量を大きく伸ばしている地域になっておりまして、まあ、その背景にはです、ね、平成27年度に株式会社野田が合板生産を開始し木材需要が大きく増加したことにあります。 えー、ノダム系のです、ね、合板用マルタは、まあ、協定価格で取引されているということで、まあ、安定した価格を求めてです、ね、東部地域では合板用マルタの生産が主流になっているというような形になっておりますでこのような状況の中ですね東部地域のマルタの生産は順調に増加していくというような形になっておりましたが近年では年間20万立方程度で今、頭打ちになっているというような状況になっておりますでこの原因の1つになっているのがですね ま、ヤマト馬での丸太の滞留です。まあ、多くの都道府県様がですね。同じような状況にあると思いますが、まあ、本県の森林は所有がまあ分散しておりですね。地形も急峻境涯というようなところで、丸太の生産現場はどうしても規模が小さくなりがちになります。で、当然ですね。現場と場も狭くなっておりまして、えー場では丸太の滞留がしやすくなり、丸太の生産の指標になっているというところになっています。 でこのような状況をです、ね、解決しようとです、ね、静岡県の森林組合連合会さんが、まあ、令和4年度に、まあ、伊豆地域では初めてとなる丸太の流通拠点の中間土場を整備し丸太の流通のまあ効率化に取り組んでいるところです、まあ、しかしながらです、ねまあ、この地域ではあの一方で丸太を運搬するトラックっていうのにです、ね、限りがあり、まあ、これがボトルネックになっていることからです、ねまあ、トラックをです、ね、どうやってこうジャストインタイムで配車できるか。 まあ、そうしたようなですね、流通体制の構築が、まあ、求められるようになってきました、えー。このような状況の中ですね。防犯用丸太のサプライチェーンにおいて。まあ、デジタル技術を活用することで、流通の効率化に取り組んでいこうという機運が高まってまいりました。まあ、このためですね。静岡県の森林組合連合会。と、まあ、野田さんとですね。あと、丸太の流通に取り組む林業経営体様が。 まあ、静岡県東部地域デジタル林業推進コーンソーシャムの方を設立いたしまして生産や流通の効率化を図るための先端技術の現場実装に取り組んでいくことになりました、えー、ここでですね、まあ、静岡コンソがです、ね、目指すマルタ流というのまあ将来像と取り組みをですねご説明させていただきますまずは現状になります、えー、現状のですね合板用マルタの調達は、まあ、静岡県新連の木材流通コーディネーターが 大きくっって行って行います、えー、木材流通コーディネーターはみずからです、ねえー、現場土場の丸太の生産状況をまあ把握しつつ、まあ、林業経営体からです、ね、ファックスなどでまあ送られてくる情報といった、まあ、限られた情報の中から各土場の生産情報を想定してです、ね、トラックの配車というものを行っております、えー、当然です、ね、まあ、天候状況等により急遽変計画を、ね、変更せざるを得ないような状況も多々ありまして まあ限られた情報だけではですね。的確な廃車計画の犯行はなかなか難しいところがありまして。まあ、貴重なトラックのタイムロス、これがですね。否めない状況です。またですね。丸太の配送にあたってはですね、えー。トラックの運転手さんがですね。手書きの伝票をその場で作成し。 まあ受け取り側のですねこちら、合板工場の野田においても、ですね手書き伝票で対応しているとそういう状況であったものですから、まあ、伝票のやり取りでも、ですねここでもまあタイムロスが発生していると、そういうような状況になっておりました。でこのため、ですね、えー、今回、各ドバが持つ丸太の生産情報ですね、えー、それと、県身殿、あるいは野田のですね、 伝票、えー、等のデータの、まあ、連携ですね、まあ、そうしたものをですね関係者間がまあリアルタイムで情報を共有し、まあ、連携して流通全体を最適化すると、そういうまあサプライチェーンマネジメントをですねシステムを通じて、まあ、デジタル化を通じてですね行っていくこととしました。 またですね、あの今回開発したマルタのあ納品情報システムにつきましては、まあ、その活用範囲をですね、まあ、現在、まあ、東部地域の野田さんというところでですね、あのターゲットにしておるんですが、まあ、それをですね、県内の中西部地域にも拡大し、えー、まずはですね、そこでしっかりとシステム化の方を成功させてですね、それをエーザイの分野、まあ、製材溶材やですね、あるいはチップ溶材に展開していくということをですね、見据えて取り組んでいるところです。 え本事業のです、ね、実施にあたりましては、まあ、林野町のデジタル林業戦略拠点推進構築事業をです、ね、活用して取り組んでおります。えー、生産・流通の効率のほか、ですね集約化やま増林保育など、まあ、そうしたような取り組みも、まあ、あの一体で行ってはおるんですが、まあ、本日はですね生産・流通の効率化の取り組みについてですねご説明をさせていただきます。 えー、今回です、ね、取り組みました生産・流通システムはです、ね、我々あの需要者さんと供給者さん、あるいは流通事業者さんといった、まあ、利用者の立場がです、ね、それぞれ異なるまあ立場の方々が入って一体となったシステムの開発ということにを行っておるものですから、まあ、合意形成、まあ、こちらにです、ね、重きを置いて取り組んでいます。えー、今回です、ね、4月から事業の方を実施しまして、まあ、11月までは合意,計算合意形成に費やしております。 途中、ですね森ハブ分科会等で、まあ、ご意見の方をですね随時いただきまして、それぞれの意見を反映しながら、ですねシステムの開発の方に取り組んでおります。で現在、ですね、えー、徐々にシステム開発の方を行っておりまして、1月上旬からはですね一部の機能でシステムを開放して、検証の方を行っているところです。まあ、今後もですね段階を追って随時、機能を開放し、まあ、検証改良を行っていくというスケジュールで取り組んでおります。 で、ここからはですね。今回開発したシステムについてまあ、ご説明の方させていただきます。まずはですね。現状のマルタ流通から説明させていただきます。現状なんですが、えー、まあ、現状ですと、県診連の木材流通コーディネーターがま集、あ、荷前にですね。東部地域の山賭場を巡回しまあ、それぞれの土場状況を把握しているというような状況になっています。 でその情報をもとにです、ね、1週間分の運送計画を作成しているという形になっております。でこの運送計画はです、ね、あの情報のまあ把握した時点というのもです、ね、こうリアルタイムでないというようなところもありますであるいはです、ね、天候なども影響してです、ね、想定通りにいかないということもです、ね、多く発生するような状況にあります。まあ、その際にはです、ね、計画の見直しが必要となるので、まあ、ここでトラックの手配にタイムロスが出ているという状況があります。 またですねあのトラックにつきましてはまあ、配送計画に基づきですね各土場に向かいましてトラックの運転手さんがですね丸太を積み込んだ後手書きで野鳥や納品書を作成するというような流れになっておりますでこちらのですね納品書等のデータ納品書についてはですねまあ、野田さんの方にもですね行ってまあ、受け入れの際にデータの整合等のチェックをするというような形になっております ま、ここではですね。やっぱトラックの運転手さんがですね。反煩雑な伝票の作成やまあやり取りなどをまあ行っていただくというようなことに時間を要しておりまして、まあ、ここでもですねタイムロスが発生しているというような状況になっております。で、このようなですね。状況をまあ今回打破するということで、まあ、システムによる情報の共有データによる納品情報の管理に取り組むことといたしました。 え週荷前には、ですね木材流通コーディネーターがまあ現地で把握していた情報、これをですね、えー、原木供給者がですね写真をまあ撮影することによって、その写真をですね、えー、システムにまあアップロードすると、まあ、そうしたですね形を取ることで、まあ、リアルタイムに生産情報を把握できるようにします。まあ、木材流通コーディネーターは、ですねこの情報をまあ見ながらですね、 最新の生産状況を把握して、まあ、無駄のない運送計画の作成がまあ可能となり、まあ、突然、ですね、えー、運送計画を変更しなきゃいけないとそういうような状況になってもですね素早く対応できるというようなものをえ考えております。またですねトラックの運転手さんの伝票作成といった煩雑な作業についてもですね集荷時にえと丸太の検知情報をですねあのデータとすることで まあそのデー,タをです、ね、データのまま野田さんの、えー、納品の確認を受け入れできると、そういうようなシステムをです、ね、構築することで、トラックの運転手さんの負担となっていた伝票作成や、まあ、やり取りの時間を減らしてです、ね、丸太運搬時のロスタイムを減らすとともに、まあ、データ化による、まあ、関係者間の、えー、納品情報の共有、生産システムへの反,応反,映,反映ということがです、ね、可能になるということで、システム開発の方を進めております。 でここからはですね、具体的な、まあ、ちょっと機能のご紹介をさせていただきます。えー、マルタのです、ね、現地ドバで,です、ね、生産されている、えー、マルタの生産情報をまあ共有するというような機能になります。まあ、各山ド場でのです、ね、生産情報をまあリアルタイムに共有するため、山、ま、ド、あ、場にてまあ作業員さんがです、ね、タブレット等でまあ写真を撮影し、 まあその写真の情報がです、ねまあ、通信権に入ったときに,です、ね、デ,ータにデータをです、ねえー、送信すると、でこの送信したされたデータは、まあ、検診連のパソコンのデータと共有をして、えー、これをです、ね、木材流通コーディネーターがまあ確認できるというようなシステムを考えております。えー、端末の操作はです、ね、まあ、使用者の操作性、まあ、これを優先し、 まあ入力するデータについてはですね全国的なまあ統一基準としてまあ示されている ICT ・林業生産管理システム標準仕様、これをですね参考にしながらですね設定をしております。また、これのシステムについては GIS などと連携してですね地図情報ともまあ連携していくことをまあ想定しているというような形になっています。 えとまたです、ね、このシステムはです、ね、まあ、合板溶剤をまあ今回、メインのターゲットにはしているんですが、まあ、製材溶剤やです、ね、チップ溶剤の生産状況も同時に把握できることから、まあ、木材流通コーディネーターのです、ね、丸太流通計画にもその情報は反映していきたいというふうにして考えています。でこちらがあの開発した、まあ、実際の機能のイメージになるんですが、まあ、あの見ていただいて分かるように、非常にこうボタンが少なくてです、ね、現場の操作性に優れたシステムとしております。 まあ現場のですね写真の撮影からあるいは送信までの流れが分かりやすいというようなことをですねイメージしてシステムの方の開発をしてまいりました、えー、次にですね納品情報を共有するまあ機能のご説明をさせていただきます、えー、丸太の供給者とですねまあ需要者、流通事業者、まあ、それぞれですねお立場が違う方が皆さんこれに一気に入ってしまうようなシステムになっているものですからまあ合意形成の方に力を入れております。 でまあ、今回はですね、まあ、データ作成の一番最初の起点となる、まあ、運転手さんトラックの運転手さんがですね、まあ、使いやすくなるようなことということをです、ね、まずもって重要視して、まあ、開発の方をしております、まあ、機能といたしましては、まあ、運転手が、えー、積載した原木の研修結果をタブレットに、まあ、音声入力などをですね活用して、まあ、データ化をするということを考えておりますでこちらのデータをですね え、野田の、えー、まあ、ものと一緒にですね、丸太ドバに、えー、丸太を運搬し、まあ、野田のスタッフさんがですね、納品確認時に納品ボタンを、まあ、押すということで、えー、データが野田に送信される仕組みを考えております。まあ、このシステムによりですね、丸太運搬の、まあ、待機時間があの、大幅に解消されるとともに、まあ、検診で野田、えー、原木供給者のですね、納品情報の情報共有ができるようになるということで。 考えておりりまますす次にに原木研修システムのイメージになります、まあ、音声入力等にです、ねまあ、対応するというとともにです、ねまあ、これもです、ね、あのまずデータ化する一番最上流の方、まあ、実際に作業されるトラックの運転手さんがまあ操作しやすいということで、まあ、操作性の優れたシステムということを念頭にです、ね、システム開発の方を進めております。 でこれらのです、ね、システムの効果といたしましては、えー、ちょっとまだです、ね、これ今、システムを開発して、まあ、検証段階にあるというところではあるんですが、もともと計画ではです、ね、まあ、600立方あたりの原木生産の情報のまあ収集、あるいは納品書の作成、あるいは原木在庫情報管理で,です、ね、まあ、トータル6.8人区を要していたところを、 0.4に縮ちょっとまだ検証中のところもあって定量的な効果をです、ね、あのお示しすることはできない状況にあるんですが、まあ、使用感といたしまして、まあ、こちらが想定している原木情報の共有あるいはスムーズな廃車計画の作成現場確認の省略の効果が発揮できているというような形になっております。 でまたです、ねまあ、本システムの構築にあたりましては森ハブコーディネーターの群馬県森林組合連合会の高橋部長にです、ね、実態に即した助言提案により内容が充実した形になっている最後にです、ね、今後の方向性についてです。えー、今回の取り組みの結果です、ね、マルタ生産情報の効率的な把握が、まあ、これができるという,ような見込みになっておりまして まあ、トラックの配送計画の効率化、まあ、精度向上が見込まれまして、ヤマトバのマルタ流の解消によるマルタ生産の増産がを期待しているところです。また、ですね、出荷納品情報のまあデジタル化などにより、ですねトラックの運転手さん、マルタ流通、需要がま,までですねべての段階で業務の効率化が図られ、マルタ流通のスムーズ化が期待されております。でまあ、これらのですね、効果によりまして 木材流通コーディネーターはですね、丸太生産状況の把握や、トラックの廃車計画の作成に要する時間が大幅に縮減されて、ですね、新たなサプライチェーンの構築に取り組むことができるようになるというふうにして考えております。でさらにですね、本年度開発した丸太生産納品情報共有システムは、製材溶剤、あるいはチップ溶剤にもですね、転用が可能であるから、まあ、次のサプライチェーンのですね、構築にもつながるというふうにして考えております。 で静岡コンソーといたしましては、まあ、サプライチェーンの構築にはでさ、ね、まざ、あ、まなアプローチがあるというような中で、ですね、えー、今回、我々のこう需要側も、あ今回の本取り組みにですね、強力に参加していただいていると、そういう強みを生かしながら、ですね、この取り組みをまあ確実に成功させて、まあ、需要側と供給側の双方の具体的効果をですね、発信することで、 まあ、今回東部地域で取り組んでおるんですが、もう県全域でですね、新たなサプライチェーンの構築につなげていきたいというふうにして考えております。えー、以上で私からの説明は終わります。ありがとうございました。続きまして、鳥取地域より新たな木材生産流通につながるサプライチェーンマネジメントシステムの構築と題しまして。鳥取県デジタル林業コンソーシアム古市様よりご発表いただきます。 古市様どうぞよろしくお願いいたします鳥取県デジタル林業コンソーシアム事務局の、えー、古市と申します、えー、鳥取県森林組合連業会の事業部長も務めております本日はよろしくお願いいたします、えー、鳥取県ですけれどもえっ、ー、と資料にありますとおり、えー この土地、森林面積ともに小さい、少ない小さな県になっております。えー、こちらちょっとあの右側のグラフの方、あここちらの方らご覧いただければと思いますけれども、黄色が製材用、緑色が合板用、青色がチップ用原木となっており、県内の素材生産量と販売先をまとめたものです。幹伐中心の事業を行っておりますが。 機械化などの進展で10年前と比較すると素材生産量が1.5倍になっております。しかし平成30年度に年間30万立方を超えて頭打ちになっております。一方でこちら、えー、原木需要量の方、こちらの方ですけども、えー、増加をしております。えー、こちらのグラフは青が県産材、緑が県外材、黄色が外材で表現しております。 需要量の増加と外在の使用量の減少を県外材が補っており県内では原木の需要量が80万リューベイあるというような状況になっております運送コストが抑えられる県産材の需要は大きく生産量の増加を求められているところです令和5年度に設立しました鳥取県デジタル林業コンソーシアムでは県内を中心に関係団体および 感、学、金融といった様々な方にご参画いただき取り組みを進めております。参加年の全体計画として素材生産量の増大を図るため搬出干抜から海抜再造林への転換を目指すこと、海抜再造林を推進するため ICT 技術やドローンの導入を推進すること、海抜再造林の推進に対応した ICT を活用した原木の安定供給システムを構築することという3つの柱を掲げております。本県では鳥取県の森林林業振興ビジョンというような形で、素材生産量を令和7年度に40万竜米、令和12年度に50万竜米の目標を掲げ、海抜再造林の推進をうたっており、実際に近年では海抜再造林面積は増加をしております。 目標をを達成するためのの実証テテーーママとしててつのテーマを掲げておりますまず1番として森林制業プラン支援システムの導入2番川上川中川下の生産流通 SCM システムの構築3番中間土場を格とした素材データの連携生産管理4番ドローンを活用した効率的な造林地施工管理および獣害対策等薬剤散布5番 現場をオンライン化する通信技術の実証です。今年度はこの1番と2番のテーマを中心とした取り組みを進めており、特に関心の高い2番のサプライチェーンマネジメントシステムの構築についてを本日のメイン発表とさせていただきます。各種証明書、こちらが検算材証明、バイオマス証明、合法木材証明、および納品書等を電子処理できるシステムを開発し、 処理された電子データをビッグデータとして集積し分析を行い川上川中川下の情報の共有化を図るとともに原木の採剤木製品の在庫管理やマッチングを推進することを目指しております本県では、えー、県産材の証明書について素材生産の段階から市場製材所プレカット工場工務店使用物件という流れで流通情報を今紙ベースでリレーをして 流通経路の記載をすすることとしておりますトレーサビリティができているということでもありますが書類が膨大になっておりコスタフトもあることから証明書の発行をためらうケースも少なくありませんこれをデジタル化することは川上から川島までの共通のメリットになりますので令和元年度から協議を行ってきましたその背景がこの度のシステム開発につながっております こちらの表ですけれども真ん中の部分が木材木製品の流通の流れになります上の部分が現在の事務の流れになってますけれども各流通段階で納品書証明書が紙で提出されておりますが各所で現場企画数量の情報が記載されているにもかかわらずそのデータは取引事業者間であのしっかりとデータとして共有されず 必要な情報が入りません情報なくしてマネージメントができないというような形で、検産材証明制度で流通情報の記載をしているにもかかわらず、情報の有効活用ができていませんでした。こちらの下の赤枠の部分、えー、こちらの方を新しいシステムと考えてください。えー、各社のさまざまな情報をデジタルデータで一括管理し、迅速な情報共有、連携を可能にします。 誰かの出荷情報は、えー、誰かの入荷情報になりますので情報を共有することで業態を超えた事務手間の削減が可能になりますもちろん、えー、個別の取引情報については相手の了解がなければ見られないようにしておりますこれらの情報を集約することで受給情報をビッグデータとして把握し受給の傾向を使ってマッチングにつなげていくというような絵を描いております、えー、この度の 検討メンバーとして、えー、こちらの表の通り、えー、今おられますこちらについては川上から川島まで幅広く協議に参加していただいておりますが令和元年度から実際に協議をしておりましたのでこちら以外にも検討してきた仲間は多くいますその中でも特に、えー、地域で県産材の活用事務コストの削減のためのデジタル化流通情報の重要性を理解し熱心に協力してくださっているのが地元のプレカット工場になります メンバーにプレカット工場、工務店が入っており、流通情報が最終事業者までつながるというのが、本件のつながり、強みだと思っております。県産材の活用と地域の振興のためにも、県産材証明書のデジタル化には強い要望があります。今年度の取り組みは、えー、こちらのとおりですが、記載している以上にヒアリングや実務者との協議を実施しており、 現在、システムのテスト運用を開始しているところです。また、コーディネーター派遣ということで、森林総合研究所の鹿俣コーディネーター、伴走支援団体の日本森林技術協会様に、年4回の各種検討会、ワーキンググループへの参加、研修会の実施などを計画していただいて、現時点で3回すでに実施しております。地域の実情を知っていただくための素材生産事業者のヒアリングというのも合わせてご対応いただいております。 こちらはシステムの主な作業手順となりますこの下のところの図表の部分が今回のシステムになりまして事業者を超えて現場情報入出荷情報のやり取りを行うものですすでに既存のシステムを自社で持っていてそちらで会計なども行っているという今回、まあの方もそうなんですけれどもそういうようなことをしております ただ、そういう外部のシステムとも、システム間の連携を行い、データ共有、えー、自動登録等ができるというような形をしておりますので、事務の二度手間が発生しません。出荷する事業者が出荷データを登録すると、えー、出荷先の事業者に入荷データとして登録されます。これまで紙媒体で行われていた手続きをデジタル化することが可能となり、事務処理の迅速化を図ります。 取引のトレース情報にもなりますので、検算材証明書についてもシステム内で完結し、事務手間の軽減が可能です、えー。こちらがシステム画面になります。ちょっとシステム画面等についてはちょっとちっちゃくてわかりにくいんですけれども、納品書ごとに入出荷の記録が、えー、反映されるようになっております。次に、えー、こちらの方が生産者の出力画面になります。 納品書をまとめたもので適宜発行が可能になっております時期ごとにまとめることも可能ですでこちらが県産材証明書の出力画面になります取引情報に合わせて自動的に作成されシステム内でバックデータとして流通情報も確認可能です今までは、えー、こちらの方の紙に流通情報が記載されたものというのを使っていましたがこれで一物件あたりということでまとめて流通情報については システム内で確認が可能というような形にもなっております。他にも機能は多くありますが、時間の都合上代表的なものだけ説明しました。本件が求めていた、県産材証明書のデジタル化が可能になると同時に、その情報をビッグデータとして集積し、活用すること、その他の各種証明書、流通情報のデジタル化等も同時に可能となっております。今後の展望と方向性についてですが、 既存の原木管理システムとの連携の際に、えー、データ入力の手間が発生しないシステム活用を進めます。最初は元のシステムと新しいシステムが併存するケースが多くありますのでその,こその際に事務負担の軽減につながるように対応いたします。また、検算材証明書以外にも j a s 証明、えー、クリーンウッド法の改定に合わせた、えー、システムのバージョンアップ等も令和6年度には実施していきます。さらに維持管理、 運用費用を含めて、えー、鳥取県森林組合連合会を中心とした、民間でのしっかりした運営方法の検討を具体的に進めております、えー。システムの運用コストだけであれば、現在の県産材の証明手数料等で、あのすでに賄える状況になっております。で問題になっていたのが開発コストということでしたので、この度の事業について大変ありがたく思っております。 それらも使って今後しっかりと県内での普及と定着それを目指していきたいと思っております各種データのデジタル化の確立によって行政の方に関わるさまざまな事務手続きについても合わせて効率化できる可能性がありますのでそちらについても行政と協力しながら協議を続けているところです体制整備における工夫と課題ということですけれどもシステムの活用については 会議の場にご出席いただく意思決定者の方だけでなく実際に事務処理をしている方にも多くヒアリングを行うことでシステムを開発する側開発者の方も森林林業木材産業についての理解が深まりましたシステム開発においては非常に重要なことだったと思っていますまた川島の事業者特にプレカット工場さんにシステム開発の有用性について理解を示し緊密に連携を図ってくださる方が おられましたので、えー、そちらの方を協議できたのは非常に良かったと思っております最後に反省すべき点なんですけども年度当初にやはりデモ版を早く作るべきだったと思っておりますもともと協議してきたことですので総論としてはご賛成いただいていたんですけども新しいシステムということになると核論の部分で実物を見ないとわからないデータ連携というのだけどもどうなるのかというような意見が多くありました やはり特に技術的な面になると理解していただくことが難しいケースというのは多くありました今後の取り組みを進めていく上でスムーズに合意形成を行うためにもそういう部分の見える化というのもしっかりとしていくことが必要だと痛感いたしました、えー、まあシステムの広げ方定着などまだまだやるべきことたくさんありますけれども地域の仲間たちだけでなくこのような機会をいただいた協力いただいている皆様にお礼を申し上げます 地域だけでなく業界全体の発展のためにも尽力していきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。